南サルディーニャ鉄道廃止後に、サルデーニャ鉄道の所属となった、アデ302号機、マコメール駅、2015年同じく、マコメール駅に停車中のアデ302号機、2015年同系の、サルデーニャ鉄道アデ1系の、車内南サルデーニャ鉄道アデ300系機動車は、イタリアのサルデーニャ島南部の私鉄であった、南サルデーニャ鉄道で使用され、線廃止後、現在では、 サルデーニャ鉄道が保有している電気式機動車である。また、本校ではアデ300型と編成を組む制御機動車であるプ3 5 0型についても記述する。イタリア西部地中海に位置するイタリアで2番目に大きな島であるサルデーニャ島では主要な幹線を運営する 1435mm 機関のイタリア国鉄路線のほか、いくつかの私鉄路線が付設されており、 多くの路線はイタリアでの狂気の標準である 950mm 期間のものであった。その私鉄の一つである南サルデーニャ鉄道は、サルデーニャ島南西部と道東,東南西端部で陸警察でつながるサンタンティオーコ島に 79.3km と 33.1km の日本の 950mm 期間の路線を運行しており、 沿線の旅客及び農水産物等の輸送のほか、カルボニアやイグレージアス付近に点在する炭鉱から産出する石炭の輸送も主要な用途であった。同鉄道では1926年の開業以降、蒸気機関車が客車と貨車を牽引する列車で運行されていたが、1936年には当時、イタリア各地で導入されていたリットリガーと呼ばれる。 軽量機動車の一機種である R200K4 機を導入して、百貨分離と換算区間の旅客列車の効率化を図っていた。その後石炭の増産とそれに伴う旅客輸送量の増大に伴い一部区間を複線化した上で、1939年から1940年、1953年にはイタリア国鉄から R370 蒸気機関車、 計22機を譲り受けして、貨物輸送に当てていたが、1950年代以降、沿線の炭鉱が順次閉鎖され、輸送量が大幅に減少していた。そこで、同鉄道では1960年には、機動車6機と、その制御車4両を導入して、残っていた、蒸気機関車牽引の旅客列車の代替を図るなど、輸送の効率化を図ることとなり、 導入された機体が本校で記述するアデ300系の301から306号機及びその制御機動車である350系の351から354号車である。前車は同じサルデーニャ島の私鉄であるサルデーニャ鉄道が1958年から1960年にアデ1型として20機を導入したものと同型の機体 後者も同じく0百系制御機動車と同系のものとなっている。アード300系及び、プ350型は、リットリナの流れを引くイタリア製の軽量機動車の1、機種で、アード300型は、全長16メートル級で2機関搭載の電気式1等、2等号作り、機動車、プ350型は、アード300型と同系でこれと編成を組む1等、2等、荷物、 合わせ作り制御機動車であり、手機等を、フィアット、電気機器を、BBC のイタリア市会社である、ティブが、車体その他を、スタンガが担当して製造されている、南サルディーニャ鉄道の路線図、ありがとうございます。